大石神社は、鹿児島県薩摩郡薩摩町にある神社。家道院十二家村二万国弱の領主、島津俊久を祭人とし、地元では、金吾様と呼び親しまれている。なお、都市九の前の領主である、家道院義江も廃止する。島津俊久は、島津十五代当主、島津高久の三男で、家道院島津家の祖。家道院義江は、家道院十二代当主、 ケ道院ィ十部の着難で、ケ道院ィン主催後の当主。両妻人とも、ケ道院地方を統治した武将で、虎居城を本拠とした。また、境外抹者として、南方神社が鎮座する。正確な神社の創建念は不詳。同神社関係の古文書類によると、官営年間には、都市、被災主党として存在していたことが確認できるが、社殿を有するようになったのは、 幕末から明治にかけての頃と考えられている。神社の立つ地は、下道院領主であった都市宮が、鹿児島王館の際に休息を取っていた場所であると伝わる。社名の、大石神社は、大石がなまったものであると言われ、部の神や安山の神として数形されており、妊婦が産経の際には境内にある石を、廃退し、出産後に、廃退し、泰しと、 もう一つ新たな石を添えて奉納するという風習も今に伝わっている。9月の周期礼祭は別に金子様祭りと呼ばれ、金子様踊りと総称される各種郷土芸能行事が奉納される。またかつては大念仏踊りと呼ばれる芸能行事も行われており、総勢500名を超える大名行列風の壮大な舞踊行事であった。現在では、 大念仏踊りの中の一部分の踊りが奉納されている。ありがとうございます。